丸山教教務本庁丸山教は日本の宗教団体である。神道の影響が強く、教派神道の一派として挙げられる教団である。武蔵国吉祝軍堀戸の農民だった伊藤六郎兵衛が実家の菅宮家に伝わる丸山校を復興して1873年に創設した。1875年には富士山を信仰する富士校の一つである。 富士人山港と合併、富士人山港を丸山教会と称して活動を開始するが、人山港が不創教として独立したのを機に、丸山教会は不創教から離脱、新党本局へ所属し、名称も新党丸山教会本院と解消した。丸山教は明治十年代に松方財政の影響で困窮した農民からの支持を集め、静岡県、愛知県、 長野県、神奈川県などを中心に流星した。1880年には、玉川の河原で、信者8000人による、義党会が開催され、1885年に、不創教から独立して1886年に、丸山教会本院を設置した時には、信徒数138万人とも言われた。明治17年頃、支部の一つ、三組の、組長にしが、 谷平四郎が明治18年に天地が壊れ、明治19年に丸山教だけが救われる世の中が来る、という終末予言を広めた。この予言を当てにした納税拒否、おざく関係解消が続出したため、警察の弾圧を受けたのが、三組事件である。三組事件は、教祖が関与したものではなかったが、丸山教には、元から、 世直し人助けの観点からの社会批判があった。それが、西欧化、近代化、軍備拡張など、明治政府が進める、諸政策との対立に至ると、政府からの大弾圧につながった。1894年に教祖が死去すると、教制は著しく衰えた。しかし、教団自体は、法徳者運動が唱える、法徳思想に接近することで、 神道系の一団体としての存続に成功し、第二次世界大戦の敗北により1946年、宗教法人法により丸山教として独立して、現在の組織となった。2016年版の宗教年間によると、教会数76、その他26、教師数447、信者数11035とされている。 丸山教の創設当初は原型である職業、弥ク以来の不事項の影響を引き継ぎ、世直しや、反近代化の思想が強かったが、明治政府による、大弾圧後は、法徳者運動に沿った勤勉、権役を中心とした。現在では平和主義を主張し、反核運動にも参加している。ありがとうございます。